できて後半 NT が盛り上がるだろうか。前半にも NT が欲しいっていうふうな声をいただいたので、やっぱりどうしても早く帰る方がいらっしゃる、帰らなければいけない方がいらっしゃると、先にこう爆笑で NT が聞きたいって皆さんおっしゃる方もいてですね、ハードル上げますけれども、はい、なので、でそういうふうな、こういうふうにしてほしい、ああいうふうにしてほしいっていう声は、どんどん運営メンバーいただけましたら、なるべく本当に対応はいたしますので、何かあったら、今日の一言、二言でも良いので、ツイートでも良いので、何かあったら、ください。じゃあ、お願いします。はい、では、LT を始めさせていただきます。私の LT はですね、UI パスでユーザースペースのご紹介という形です。ちょっと、だいぶ偏ってる感じもあるんですけど、よろしくお願いします。まず私なんですけど、チーズと申します。今日ずっと、RPLT の、ツイッターのハッシュタグで、ものすごくつぶやいてます。私自身はですね、ちょっと社名を伏せさせていただいてるんですが、人材系の会社の中核会社でですね、自称プロセスアーキテクトと言ってるんですが、簡単に言うと RPA のエンジニアだったり、その前後工程 のサポートだったり、コンサルティングみたいなことをやってます。で、このスライドのカラーからさせていただける方もいるかと思うんですが、私、UI バスめちゃくちゃ推してます。特にお金とかもらってないです。はい。で、早速なので皆さんにお伺いしたいんですけど、UI バス使ってる方ってどのくらいいますか？おー、3割、4割ぐらいですかね。ありがとうございます。で、もし使ってないっていう方がいらっしゃったらですね、ちょっと表出ていただいてるとかしないんですけど、まあ、ぜひ使っていただければなと、よくわかんない宣伝をさせていただきます。で、もう一つ、お伺いして、これは別に、UI パスに限らないんですけど、皆さんって RPA 作るときとかに、どういうふうに情報収集してますかっていうのをちょっとお伺いしたいんですけど、何か、例えば、ミツさんって特になんか RPA の情報収集されたときってどうされてます？なんか、何使ってますとか、本とか、なんちゃらとか。あ、なるほど、コミュニティですね。ありがとうございます。多分いろんなやり方あると思うんですね。検索エンジンとかで検索する方もいれば、まあ、オフィシャルの e-learning があるようなものもありますし、まあ、自分で実際手動かして試してみるとか、あとは同僚に聞くとかっていうのは、いろいろとあると思います。で、個人的に私大事だなって思ってるのが、このユーザーフォーラム、ユーザー同士のつながりってところがすごい大事かなと思ってます。でちょっとここまでいろいろ英語で頑張ったんですけど、めんどくさいんで日本語で書かせていただいてます。ユーザーフォーラムとかコミュニティのいいところって、まあ、特にこの、ちょっとフォーカスだと UI パスなんですけど、UI パスにもフォーラムがあるんですね、公式の。で、公式のフォーラムって結構実務的な Q&A が多いかなとか、あとは、まあ、回答、親身になってくれて回答してくるので、まあ、信頼性が高いかなとか、あとは、まあ、シンプルに答えてくれる人って、優しいよねって思ってます。が、まあ、惜しいところもあるかなと。思ってます。例えば、まあ、やっぱ、きっちりしてて、なんか、雑談的な内容がなくて、あんまり遊べなさそうだなとか、あと、言うてちょっとハードル高いよねとか、人が多いし、誰いるかわからんし、ちょっと怖いよねとか、あと、まあ、シンプルにもっとフレンドリーさが欲しいなと。もうちょっと、まあ、気楽にとか、楽しく、まあ、その幸せにとかって皆さん、ね、他の方もおっしゃってますけど、まあ、その、やってて楽しい気持ちになりながらやれるのって大事かなと思ってます。で、まあそんなことをずっと思っていたんですけど、まあそれをちょっとなんとかできないかなってところで自分が考えたのが、まあゆるゆるユーザースペースの名前で、ちょっとスラックを立ち上げましたっていう話になります。まあ何やねんそれってことなんですけど、まあシンプルに言うと、非公式でもう UI パスもう手に打ってるんですけど、それに限らず RPA 使っている人とか、これから RPA 使っていきたい、まだ使ってないけどちょっと興味があるんだよねみたいな人が、まあすごい軽い気持ちでつながれるような、なんか場所が作れたらなと思って立ち上げました。現状のポリシーは、まあ、書いてるとゆるゆるな感じです。気楽にゆるゆると、柔らかくふんわりと、楽しくっていうちょっとポリシーに立ち上げて1ヶ月ぐらい経っています。で、まあ、どんなことやってるのっていうところ、ちょっと中身を簡単にお話しさせていただくと、まあ、スラックでチャンネルっていうふうに、まあ、簡単にテーマを分けて、箱を作れるんですけど、まあ、個々の箱を作って、運営してます。まあ、アナウンスメントっていうのは、まあ、事務的なやつですね。本当に周知のために使ってるやつです。あんまり使ってないです、正直。あとはフリートークって本当にまあ RPA に限らずまあ本当に軽い感じのネタで、コミュニケーションが取れるような、箱っていうのを作ってます。ちなみに私は、静岡にちょっとこの間行ったんですけど、爽やかってレストラン知ってる方っています？ああ、これやっぱ有名ですね、さすがに。今、待ち時間がですね、リアルタイムで更新されるようになっててですね、その待ち時間の画像を、特に意味もなく上げてたりします。ちなみに、一番近い御殿場のアウトレットは、200分待ちだそうです。大体土日だと。はい。あとは Q&A ということで、まあ、UI パスちょっと中心になるんですけども、まあ、UI パスの時、
あの関西 Q&A をまあ、いろいろ投げていただいて、まあ、それに対してもう注意して回答してるみたいなこともやってます。あとは RPA 関連 の, あのニュースとかを貼り付けたりだとか、あとはこういったオフラインのイベントの、シェアもさせていただいてます。今日のこのイベントもシェアさせていただきましたので、少しは集客に、行ってできてるかなと思ってます。はい。でこれからなんですけど、まあ、もっと RPA 使ってみんなが楽しいなとか良くなったなとか、まあ、逆に悲しいことも多分たくさんあると思うんですよ、これから。まあ、そういったものも共有できたらいいなと思ってます。あとはこういうコミュニティに入っていくことによって新しい相手に気づくとかできたらいいかなと思ってます。でシンプルにもっといろんな人に参加いただきたいなと思ってるので、かつあんまりこういうのってまず少ないうちってなかなか広まらないんですよ。なので最初は数が重要だと思ってます。なのでぜひお願い、参加をお願いいたします。で、参加の方法なんですけど、スラックの、ログインの、ログインというか、登録用の招待の QR コードと、あと私の、Twitter のアカウントにも、招待コード貼ってあるので、ぜひ、時間になるときにですね、声かけいただいたりだとか、あと多分、後ほど休憩の時とかに移していただければと思うので、ぜひご参加いただければと思います。すみません、オーバーしました。ありがとうございました。ありがとうございます。コミュニティは大事ですね。まあ、UI パスが好きな方って結構このコミュニティはすごく最初多かったんですけど、だんだん最近アンプリングされてきたんですよ。UI パスはすごいコミュニティが、オフラインのコミュニティもイメージですよね。デベロッパーコミュニティとか、はい。来月は24日にあります。あれもこれ公開されてる状況なんですよね。まだかもしれない。はい。なんかちょっと自分が運営に入ってるので、はい。司会とかやるかもしれないですけど、はい、宣伝でした。じゃあここから休憩に一旦入りますので、まあ、ちょっとしたらまた声をかけますの で, で皆さん飲み物とかもまだ余ってるところがありますので、うまい棒も結構余ってます。なのでまた時間があったら声をかけます。その間にちょっと皆さんアンケートを流しておこうかなと思います。
上司するのが本日とか結構大変ですよね。期待していることですね。自分見た LT で車のライト LED あれをスマホでハッキングするのを見せてもらったんですけど、IoT やってる方は分かるかもしれないけど、ある意味一種のこの L 地下っていうことで、初心者が L 地下であの車をハッキングしてみたみたいな形の LT を見たので、すごい面白かったです。じゃあもうそろそろ後半始めましょうか。はい、はい、では、準備ができました。皆さんスマホの準備は大丈夫ですか？あの懇親会スポンサーのデータロボットさんですよ。忘れてることないですよね。こういうコミュニティがやってくるのは本当にスポンサーさんのおかげなんですよ。ちょっと悲しそうな声出したら皆さん結構ツイートしてくれるのかなと思って、見たところ1割の方ぐらいもスマホ取り出してないっていうですね。まあ多分その分さっきのチーズさんが1人で100枚ぐらいツイートしてくれるんだなと思ってますけどね。今回ですね、あのスポンサーもしていただいてますし、しかもあのセミナー枠として RBM から見たお話もしていただけるというところで、ではよろしくお願いします。皆さんこんにちは。なんか画像がバグっていますね。こういうのはあれなんですね、あのコミュニティのあるあるなんですよね。皆さん反応はないですね。もう皆さん飲んじゃったんじゃないですか、ね、だいぶ飲んじゃったんじゃないですか、ね、出ますか。よし、はい、ありがとうございます。お願いします。改めまして皆さんこんばんは。データロボットの尾形と申します。今日はですね、データロボットっていうのはその AI、AI ってすっごい広い概念なんですけど、その中でも機械学習の自動化っていうのを扱っている会社なんですね。で、この AI ってその RPA とすごく深いつながりがあると思っていて、皆さん RPA で
近々そう衝突するであろう大きな、壁をですね、乗り越えていくための大きな力になれるんじゃないかと思っています。ですので今日はちょっとここの場で、時間をお借りしてですねお話しさせていただくことにしました。でこの画面のですね右側の方に弊社の、ロゴが出てます。あ、違いますね、ごめんなさい、これただの機械でしたごめんなさい、これは全然違いまして、これがこっちが、はい、このロゴですね、はい、すいません。ということでですね、皆さんこの中で RPA と AI の組み合わせについて興味あるよっていう方はどのくらいいらっしゃいますか。あ、全員ですね、ありがとうございます決して急いでるわけではなくてですね、皆さん心の中で一瞬のうちに手が上がったというのが感じ取れました。とは言ってでもですね、AI ってすっごい漠然とした言葉なんで、結局何ができるのって思いますよね、絶対。で、やっぱり、どうしても画面がチカチカしてきちゃうわけなんです。で、そこで思いつく、やっぱり多くの人が考えるのが最初にできた、やっぱこれなんですよね。その、困った時にそれを解決してくれて、どんなことでもなんかうまく解決してくれて、でいつの間にか人知を超えた英知とですね才能を身につけた上でだんだん世界征服に乗り出していくうちに、まあ、スーパーヒーローが現れてやっつけられるみたいな感じで、そういったことを考えた人は、まあ、多分ハリウッド映画の見過ぎということで少し社会波動も見られた方がいいかと思うんですけれども、まあ、ちょっと違うんですね。こういう AI は当分出てきません。で今のやってる AI っていうのはもっともっと小さいことができます。もっともっと身近の小さい日々の課題、皆さんの日々の生活をちょっと良くしたり、皆さんの日々の仕事をちょっと良くするような、そういう小さいことがたくさんできるというのが今の AI です。少し具体的に考えていきましょう。例えばこんなことないでしょうか。例えばですよ、小売とか流通の業界で勤めてたとしますね。で、発注データを作らないといけないよってなった時に何しますか。例えばなんですけど、売上に関するデータとか気象情報とかイベント情報を集めてきて、それをコンソリしてで、そこから、明日どのくらい人来るかな、今日はですね、うまい棒の上昇してるわけですけども。で、そこから発注データを作りますね。で、ここで皆さん、この業務を与えられたときに、RPA でどこを自動化しようって思いますか。まあ、簡単に思いつくのは、やっぱりこのあたりです。情報を集めてきて、チラチラさせて、そして、何なんでしょうね、これは。これは多分私の PC の問題なんですよね。非常に申し訳ない。ちょっとまた差し直しますね。今度は静かに差してみました。どうでしょうか。今日一番集中力皆さん上がってる瞬間ですけど。できませんね。困りましたね。さあ、チャレンジ。はい、すいません。で、RPA で自動化するって考えたときに、やっぱ分かりやすいのは、いろんなデータを収集してきて、一つのファイルにまとめるとか、そういうのってすごい得意じゃないですか。で、まあ、あっちの発注データをですね、こう作成していく、Excel に作っていくっていうのもすごくいいと思うんですけれども、問題はこの間の需要予測するっていう部分は、どうしても人間の経験と勘が入ってしまって、誰か人に聞かないと分かんないみたいな、そういったことになってしまって、皆さん RPA をやっていく中で絶対ぶつかっている問題の一つとして、誰かの判断で止めなきゃいけないみたいな話が絶対あると思うんですね。そこでですね、データロボット、あるいは機械学習が何をやってるかっていうと、そうした人間の判断を、予測モデルを作って、そしてデプロイできるということをやっています。どういうことか、どういうことなんでしょうね。私のマックは、ここ、そっち映ってるんですか。ちょっとね、ワンダが入ってるんですね、僕のパソコン。ちょっとまたなると思うんですけど、まあ、とにかくいけるところまで。
過去のデータ、売上データとかを学習することができます。それによって売上のパターンとかですね、トレンドとかっていうのを学習する。それが予測モデルを作るっていうことですね。さらに、この作ったモデルをデプロイができますっていうのは、ウェブサーバーに乗っけて、API のインターフェースを作ってくれます。これがなんと RPA から叩けちゃうんですね。そこまでやってくれるので、新しいデータを入力していけば、例えば来月の1日、2日、3日の売り上げこれぐらいですよっていうことを予測してくれる。これがその今の AI がやってくれる一つの例ってことになります。ってことはですね、さっきの例に当てはめてみると、さっき人間の判断が入っちゃうよって言ったところですね。ここがちゃんとシステムベースで自動化できるということになります。これがその AI が RPA にとってきっと近い将来重要になるっていうふうに私たちが考えている大きな理由なんですね。で、使い道は今売上予測でしたけど、他にもいっぱいあるんです。例えばメールの問い合わせ内容を自動判別して振り分けるとか、支払い伝票を処理すると同時に不正請求を検知するとかですね、 PC 起動終了時刻を集めると同時に残業代が今月以下になるか予想さ、まあそういったいろいろあります。皆さんどんなアイデアがあるかぜひ懇親会で教えてほしいです。さて、時間が一体どうなってるのかよくわかんないですけど、とりあえずデモしますね。で、デモでは一番上のメール問い合わせの処理の自動化っていうのをちょっと今日はやりたいと思っています。で、こちらがですね、そちらの画面になります。で、今日はですね、あらかじめ、過去のメールのデータっていうのをですね、これが過去の問い合わせをですね、集計したもので、それぞれカスタマーサポートに振ったよとか、営業に振ったよとか、技術に振ったよっていうふうに、過去どの部門に振ったかっていうのを、データとして持っています。これが学習データになっていて、そしてすでにですね、データロボットでそれを学習させてあります。学習させてあって、このように担当部門を予測するモデルをすでに作って、システムからつつけるような状態にしています。これを RPA から今日はつついていきます。で、今日はですね、使う RPA の製品は、ちょっと今日は UI パスを使っていまして、で、まあ UI パス皆さん詳しい方多いと思うので、私が喋ることではないんですが、一つだけ違うのは、ここにデータロボットから予測を取ってくるっていうのが入ってるんですね。これが今日いるほとんどの方が多分初めて見る部分になります。ですから、今日は自動化の間に予測というのが入っています。これが大きく違う。そしてこれをキックするしますと、今からですね、この新しいメール問い合わせ、これ今どの部門に振ったらいいか分かりません。このどの部門に振ったらいいかというのを全部、データロボットに予測させて、その結果をメールで担当部署に送っていきます。というのをですね、はい、UI パスを実行すると、よですね、こんな形で、担当部門のところが自動的に変わってきますね。これはメールの文面から、あ、この文面だったらこの部署の人が担当するなっていうのを予測して通ってきています。その作業は全部 UI パスが自動化しています。そうするとですね、はい、こちらにその振り分け済みのメールがですね、カスタマーサポートの人のところに無事届きました。こういった形でですね、その判断とか予測というものを含めた自動化ができますよというデモでした。きっと多分もう10分とっくに過ぎてるんだと思うんですけど。はい。じゃあ、あと2スライドです。このですね、RPA と AI のマーケットを盛り上げて、一緒に盛り上げていこうっていう人を私たちとっても真剣に探しています。データロボットと採用でぜひ今ここでググってください。そうすると、こんなページが出てきます。しかもこの中にですね、RPA のデベロッパーとか RPA のプロダクトマネージャーって、私、本当に真剣でこのマーケットで仕事しようとしているので、そういった募集をしていますので、ぜひ一度チェックしてみてください。ビジネス推進、技術、両方探しています。ということでですね、この、まあ、別に採用の話はさておきですね、RPA と AI のことについて、ちょっとでも気になった方、私、今日、一件、ここに始まる前につぶやいてますので、それにいいねをしていただくか、DM をください。hobata_dr データロボットです。hobata_dataロボットまでぜひメッセージください。ということで、皆さんぜひ、後ほどお話ししましょう。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。
結構あのデータロボットさんってなんか月何回もセミナーやってますもんね。そうなんです、はい、実は来月も RPA をと組み合わせたセミナーを企画中、はい、ぜひチェックをいただきたいと、すごい気を使っていただいたんですが、本当あのオートメーションエンジニアさんとの連携もあるんですけれども、わざわざ来てるんだったら皆さん他のの見たいだろうなと言ってあえて UI パスを選んでちょっと待ってください。あ、はい、お願いします。それではよろしくお願いします、チュートリアルの岡と申します。まあ、クラウド RPA のメリット、デメリットというところと、あと弊社の製品のロボティッククラウドという製品についてですね、今日ご説明させていただきたいと思っております。自己紹介なんですけど、私もともとはですね、どちらかというと金融系の営業をやってた人間でして、あの2017年ですね、チュートリアル社に参画して今 COO ということですね、どちらかというとセールス中心で引き続き RPA とは携わっているという立場になっております。まあ、ですので、あの皆さんの詳しい部分もあるかとは思うんですけれども、ご案内させていただければと思っております。で、あの今日参加されている方、結構エンジニアの方が多いというさっき出てまして、まあ、毎回そういう傾向だと思うんですけれども、まあ、今日のお話のターゲット、どちらかというとですね、エンドユーザーの方というよりかは、まあ、SIベンダーコンサルタントの方を中心にお話しさせていただくという内容になっております。まあ、RPA 導入時の課題として、まあ、こんなことありませんかということで、例えばですね、なんかこう設定を支援してくれって言われたんだけど、こうツールの理解もすごくできていて、実装ができて、で PM もできて、現場経験がある人、何年以上ある人みたいな要求が結構あったりします。それからですね、じゃあ一方でそういう人いたはいいんだけど、1年ぐらいだんだんその現場に入ってくるとですね、もうちょっとこの現場はやめたいというような声がちらほらと上がった。やっぱりその長期的なキャリア形成みたいなところを懸念されているのかなと思います。まあ、もう今日ここに来られている方はかなり RPA 好きな人だと思うんですけれども、あの普通に SI としてエンジニアやった人からするとちょっと抵抗があるという声を聞いています。あと、まあ保守メンテナンスで、まあなんかこう問い合わせがあった時とかに、結構現場に行かなければいけなかった。まあそうか。で、まあ行ってみたはいいんだけど、なんかソフトウェアアップデートしたら動かなくなりましたというような声を先日に聞きました。ですので、これ結構ハードなのかソフトなのか、どこに問題があるのか結構分かりづらいんで、これ我々のこう守備範囲ですよと言わざるを得ないんだけど、言っちゃうとこうお客さんはなんか渋いなというようなこう目線で見てくるといったことに直面しているのではないでしょうか。まあ、クラウドでそういうところを一部解決できるんじゃないかなと思っておりまして、動作のイメージとしては、今までのツールがこうデスクトップから直接、まあ、外部のシステムや、まあ、データベースアクセスしているとしたら、我々の、まあ、クラウドの RP というのは一回こうクラウドにあるですね、ロボットにこうシステムというか、まあ、ワークフローを作っていてですね、そこから、アクセスしていくというようなあのイメージ、まあ、ここが一番の違いなのかなというふうに。でこの違いが、まあ、いろいろ運用面の違いを生んでくるんですが、まあ、じゃあ何がメリットなのかと言いますと、ベンダーさんにとってのメリットになるんじゃないかなという点としては、まあ、一つはあの不具合に対してすぐ対応できる、あの同じ環境に入っていくことができますので、まあ、客先行かなくてもこうチャット内で電話できたら、そのまま同じ画面とか設定画面を見て、ここちょっと止まってますというサポートができます。それから2点目がチームでの支援が可能になってくるんじゃないかなというふうに思っています。まあ、今までですとこう常駐して、ベテランの人が常駐してなんぼという形でしたけど、まあ、持ち帰りというかあのオフサイトにいながら皆さんで、若手のメンバーも含めて、こう設定の支援をしていくので、まあ、こうずっと乗りつくんではなくて人も育成をしていきやすくなっていくというふうに思います。まあ、それに紐づいてですね、まあ、メニュー提供も1人月いくらというモデルだけではなくて、例えば問い合わせだけならいくらですよとか、まあ、作って伴走していくならいくらですよとか、まあ、いろんなメニュー設計が今後できてくるんじゃないかと
思っています。だからまあライセンス費用も比較的リーズナブルなので、まあ、あの構築予算というのも捻出しやすいというふうに思っています。で、まあ、デメリットというところで言うと、まあ、一番すぐ来るのはデスクトップアプリケーションを触れないですよねというところがデメリットですね。まあ、社内のローカルのサーバーとか、まあ、そういったところを触れなかったりします。あと、まあ、VPN とかですね、つなげばいけるんですけれども、まあ、やっぱり外部のクラウドからアクセスっていうのはちょっと厳しいですというのそのセキュリティポリシー上の話とかっていうのも上がってきます。で、向いてる業界何なのかって言いますと、我々買ってですね、採用広告 EC、まあ、っていうところ、まあ、例えなんですけど、挙げさせていただいてます。やっぱり BPO をたくさん行っている、まあ、行われているような業界っていうのは、比較的ルーティンワークも多くなってますので、RPA との信用性は高いです。またこういった会社、事業をやられている会社さんっていうのは、もともとクラウドのシステムに対応してますので、そういうところの相性も良くなっています。で、ロボティッククラウドのご紹介という形なんですが、ちなみにこのロボティッククラウドってなんか聞いたことあるなという方ってどれぐらいいらっしゃる？ありがとうございます。すごいリテラシーが、ありがとうございます。こんなに手を挙げていただけると思ったんですけど、まだまだ実は出たばっかりのサービスでして、ちょっとデモの動画をお見せします。本当に簡単なところなんですけれども、まあ、操作の設定は基本的には GUI でやっていきます。まあ、これちょっと URL 言ってですね、ここの左側のところからドラッグ&ドロップで、操作アクションを設定して、まあ、CSS をですね、コピってきてここに貼り付けると、まあ、これ交通費なんでなんか表参道って入れてみたいな感じですね。ちょっとこれまだベータですけど、レコーディング機能も今リリース予定にして、レコーディングですと、まあ、Chrome のアドオンのところから起動しましてですね、まあ入力する内容であったりとか、あとはそうですね、まあ、クリックだったりマウスオーバーだったりいろんな処理を設定することができます。では文字もこう取ってきたり、スクリーンショット取ったりループ処理したりとそういうことも書けるようになっています。でこの書き出されたテキストのデータを多分将来的には自動でアップできるようになると思うんですけど、まあ、今ちょっと手動で貼っつけて、でこれまあエディターモードから GUI モードに戻すと GUI が生成されるので、実行しますと。そうするとこう預金検索と価格の取得、まあ、あまりこの作業する人いないと思うんですけど、なんかお決まりな感じなんで私させていただきました。まあ、特徴をさっきの現象がこう蘇ってきました。ちょっと外します。怪しいですね。怪しいです。どうしたんでしょう。なんか、来た。ちょっとこの分ロスタイムをいただければと思います。まあ、特徴、いろいろあるんですけど、まあ、簡単に言うと、SaaS としての特性で言うと、まあ、インストールとかそのアップデート作業みたいなのはいらないです。それから、タミーズアクセス可能っていうのは、まあ、いろんな拠点からですね、同時にその設定画面、実行画面にアクセスできます。スケーラブルっていうのは、このリソースを増やすというところも、我々に申し込みいただければ即日対応できます。あと、バックエンド処理は、まあ、デスクトップ起動していなくても、スクリーンセーバー入っていてもですね、動きますよということを書かせていただいております。セキュリティの話としてはですね、まあ、例えばパスワードを隠すということができまして、一回このサーバーに保存したパスワードをフロントエンドにこう戻すことができない機能ですとか、まあ、シングルサインオンであったりとか、まあ、ユーザーロール別の権限の管理、それから固定 IP や VPN 接続といったところができるようになっています。
その他いろんな便利な機能として、まあ、定期事項とか普通に皆さんやられてますけれども、実行ログをスクリーンショットで残していくことができます。それから、まあ、Excel 使えないでしょとか言われるんですけど、まあ、ストレージ上に API 連携したですね、まあ、ボックスとか置いていただければ、Excel と読み書きもできますし、Google スプレッドシート等も使えます。あと、画像認識あんまり使わないんですけど、ちょっとこう、文字で出てきた認証情報を読み取りたいなっていう場合はですね、文字からテキストを起こしたりとか、まあ、AI で判断できないという場合は、まあ、人間に処理を一回出して、人間がインプットしたデータを入力させて、はい、操作をしていくといったこともできます。で、事例なんですけれども、コールセンター、コンタクトセンターのお客さんはですね、130人規模のコンタクトセンターさんで、まあ、実は電話してる時間って3分の1とか、半分もないと言ってましたね。その他の授業は大体時間は事務作業してるということだったんですけれども、その残りの半分から3分の2の業務をですね、ロボットで自動化しております。で、大体、こちらのお客様ですと、月で3000時間ぐらいの業務削減をされています。その他にもですね、利用顧客様としては、割と上場会社さん中心に多く利用いただいているのかなというふうに思っております。ロボ実行回数、昨年の9月リリースから今、およそ13万回も実行されています。で、初期利用ユーザーに関して言えば、大体ですね、平均で利用金額は2倍になっております。その他ですね、プロダクトとしてはリリース予定、先ほど言ったレコーディング機能の他に、利用状況が分かるモニタリング機能であったりとか、デスクトップの操作ですね、デスクトップ上の Chrome であったりデスクトップの画面を操作できるような技術開発をしております。そうなってくるとちょっとクラウドじゃないんじゃないかという話も出てくると思うんですけども、進めております。で、価格は10万円になっています。よく10万だと他のツールが変わらないねというお話もありますが、我々ライセンス1ライセンスで10万ということではなくて、イメージとしてフル機能版のロボット2台、それから無制限のシナリオ作成と実行ができまして、10万円という形になっていますので、かなりそのデスクトップで運用するとですね、結構複数台やって管理機能をつけているような構成ができてくるということで、非常にリーズナブルだと思っております。まとめなんですけれども、クラウドの RPA 非常に支援しやすいと思っています。で、お値段も優しいという形になっていました。あと最近クラウド前提の引き合いというのも増えてきてますので、ぜひ皆様の商談の提案に加えていただければと思ってご紹介いただきました。どうもありがとうございました。自分も使わせていただいて、すごく使いやすいことを感じていましたことがあります。トライアルってあれですよね、ウェブで申し込めば、誰でもできるんですよ。一応、自動化されたいものとかお話聞かせていただいて、お話しない、はい、じゃあ、熱い思いのある方が触るとか、コミュニティに参加した人ならできるとかなると嬉しいです。直接言ってらっしゃる。すみません、先ほどの KP です。先ほど顔写真はツイッターに上げていただいて大丈夫ってお話したんですけど、やっぱりちょっと NG でお願いします。先ほど大丈夫って言っていました。 NG でごめんなさい、はい、結構見る人が見たら分かっちゃうんで、よろしくお願いします。首が飛ぶかもしれない。次の自分を説明します。お願いします。よろしくお願いします。UI エレメントをテーマにしてちょっと語らせていただきたいと思います。いつもこのコミュニティの方々にいろいろと教えていただいて、ありがたいと思っています。今回初めての NTT くださいます。よろしくお願いします。私、田中俊則と言います。ジュジっていうのは、俊則が変換できないので、ジュジって言ったら、出てきます。出身地は広島県の大竹市です。昔映画出てですね、富士山と大竹市の三倉岳と一緒に並んで映画出たことがあります。あとはレモン浜地とか小港の夜景とかが綺麗なところです。
私は働き方改革のコンサル、主に RPA の方の技術の方をやってます。方々としてはデジタルイノベーター、今はデベロッパーの領域の人間です。測ったみたいなものですね。まあ、クライアントアプリ系を得意としています。今回はハッカーの目線で RPA の動作の高速化を目指します。もしどっちかというと、まあ上の方ですね。下は全然気をつけてないです。で、今回の動作高速化を UI エレメントで目指すんですけども、RPA からの相談を受けました。フルスクラッチで SI のアプリを開発してるんだけど、一括処理の機能の開発は RPA で実現できないですか？ちょっと調査してみた結果ですね、実現はできそうなんですけど、まあ、どう考えても SI アプリの入力速度を実現するのは難しいです。RPA は1件あたり40秒、SI アプリは76件あたり30秒、100倍以上の速度差があります。リアルパスを使っています。でですね、なんで遅いのかはまあちゃんと調べたら、まあ、RPA の扱う領域って、レイヤーで言うと一番上の Web アプリケーションのレイヤーになっちゃうので、一括処理、直接データベースに対してリクエストをできるんですけど、まあ、そこまで余計な処理がかなりあるので、時間がかかってしまいます。で今回改善するポイントは、Web 画面に文字を入力するというところです。UI エレメントをうまく使います。UI エレメントってご存知ですかね？あんまり反応がない。UI パスのセレクターの方はご存知な人が視聴者ですね。UI エレメントって何かというと、画面の構成要素になります。この役のページで言うと、枠とか表示の要素とかヘッダーの情報なんかが UI 要素になります。ハッカー目線で言うとですね、UI 要素って、まあ、UI エレメントクラスのことを言います。UI エレメントのクラスって、まあ、これだけメソッド、振る舞いがありますので、まあ、いろいろとできるわけなんですね。で、UI パスで準備されているアクティビティが、この UI エレメントを、まあ、ラッピングしてまして、これで、まあ、簡単に使いやすくなっている。という感じになります。で、UI 要素とセレクターの関係ってどんな感じかっていうと、セレクターは検索バーをどう表します？画面上から UI パスを、UI 要素を探すことが目的。それに対して UI 要素は検索結果ですね。アプリケーションを構成する GUI のオブジェクトのことを指します。で、UI パスの画面で言うと、左の方がセレクターの指定で直接文字を入れます。右の方が UI 要素の指定で、あらかじめ UI 要素を検索しておいて入れて使う形になります。で、この2つの違いはですね、セレクター文字って一回検索しなくちゃいけないので、ちょっと時間かかるんですね。なので UI 要素を指定する方が若干早いです。ただ、両方のちょっとメリデメがあって、UI 要素を使うのはちょっと難しいです。ただ、性能は UI 要素を使った方が、早いです。あと40秒しかないんですけど、画面上の入力項目を全て取得したいときは、フィルタリングをすればできます。で、画面上にエラー項目がある場所を探したいときは、黄色い部分を打てば、エラーの要素が全部出ます。で、ドロップダウンリストも、まあ、UI エレメントを使えば、候補とか、バリューとか全部取れます。打ち込んでいいか判定したいときは、A ステートなんかのプロパティを見るとできます。で、進捗ダイアログ、まあ、待ち受けをしたいときには、ウェイトアクティブ、アトリビュート組み合わせて使えば、なんとかなります。で、改善した結果なので、ちょっと微妙ですね。セレクターを使って30秒、いわゆるメントだと25秒、16% くらいしか改善になってはないですけど、まあ、ちょっとですね、ちゃんと画面の特性を見極めて、うまく自動化をすれば、高速化できるようになるかなと思います。以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。
まあ、自分の一言言うと思ったら自分の PC が落ちて動かなくなってしまってですね、それに必死で聞けなくなったんです。広島の RPA コミュニティはいらっしゃるんですか？広島出身。よろしくお願いします。私下のディップ株式会社においてロボット作成ですとかマニュアル作成を、まあ、インターンとして携わらせていただいております中村と申します。まあ、3ヶ月前まで、まあ、自宅警備業という高度プロフェッショナルな方をしておりまして、まあ、1つ2年目で、片道2時間通勤をやっております。バイトすら受かんないところバイトの本社で受かったんで、まあで、まあ、そんなやつが何話すのかってことなんですけど、まあ、実はこの2時間通勤っていうのは RPA で大体可能な領域と似てるんじゃないかと思いまして、はい、まあ、これただのつなぎでしてこれ結構じゃないかと思いまして、まあ、実際その 1.3万件の手動検索&コピペっていう、まあ、反射チェック業務ですね、そちらを自動化させていただきまして、はい、まあ、その際の工夫をお話しさせていただこうかと思います。というのもですけど、実際に使っていただくのはエンジニアでない方なんですね。なんで変数と関数を使わないループというものを、はい、実現しまして、そのために人間の操作をものすごく具体化する必要がありました。で、まあ、どういうことかっていうんですけども、ロケットマウスを使いまして、まあ、この D 左の検索ワードの欄をコピーして、その後ブラウザの方に行って検索を行って検索結果をコピーしてE に貼り付けるっていうのを繰り返す業務なんですが、そのために A をコピーして、でキーボードの右矢印キーで E に行って、その後まあ検索してきてコピーし、あ、検索結果をコピーして、その後 E に貼り付けます。でその後 F2 で書式をクリアして、で貼り付けます。そんで Enter を押すと自動で下に行くんで、まあ、つまりここに来るわけですね。でその後また左に行って D3 にずっと行って、また繰り返すっていう、まあ、変数と関数を使わないようなことをやりました。信長の野望やってるみたいで楽しかったですこれ手作業は辛いだろうということなんですけれども、ですね、元は通勤の話だったんで通勤の話なんですけど、これ幸福度が縦軸が幸福度で横軸が、まあ、通勤時間とか混雑率なんですね。で、まあ、理想が徒歩15分で今2時間なんで、ここにとても大きなギャップがあるということなんです。でこのギャップこそが不幸なんじゃないかとフランスの啓蒙思想家ジャン・ジャック・ルソーは説いたわけでして、まあ、これが不幸の本質であると、はい、本当はこの話長くしたかったんですけど、ちょっとダメ出し食らって短くしました。で、まあ、やはり RPA というのは機嫌よく生きるための、幸福に生きるための手段でございますので、まあ、しっかりどうなりたいかという 目標ですか、RPA を実現することによる目標と現状は、まあ、しっかり把握しておいた方がいいなと思いました。はい、で通勤なんですけど非常に難しくてですね、こういう、まあ、これらは、まあ、中国の思想でとても言葉を信用しない非常にハードコアな立場なんですけど、まあ、すごく難しくてですね、RPA とかそういう領域でしたらやっぱりデジタルな領域、つまり0と1で構成されている世界なんで、ある意味その欲、さっき言った欲望の状態、つまり理想の状態も0と1で表現できて、現在の状態も0と1で表現できるんですけど、まあ、通勤はそうもいかないんで、まあ、言葉にできないということで、まあ、不幸になりやすいですね、不幸に、はい、そんなこんなで、まあ、リモートワークとかもそうなんですけど、そういった新しい働き方とも相性のいい RPA は個人の幸福にも、はい、社会の最小単位のとしての個人の幸福にも結びつくのではないかなというところでございました。で上司の本なんですが、Kindle 版が出ましたので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、何分ですか？はい、あ、大丈夫ですか？じゃあ早かったですね。はい。
はい、ありがとうございました。ありがとうございます。早く帰りたいから早く録音しましていただきます。時が長いです。でも先日ディックさんに遊びに行かせていただいたときに、自宅警備員からのインターンっていうところでなんかスカウトさせていただいてお話聞きたいことを聞いていただく、こういう内容でいただけるかなと。はい、それではですね、RPA って誰のものということで、私の方から、お話しさせていただきます。私ですね、リクシルという会社ですね、RPA の全社、展開を任されまして、企画から、運営、それからですね、社内の現場にですね、600人の、開発者を育成してですね、またその内容をですね、参考になればと思ってですね、第2回ロボットコンテストの方に、でお話しさせていただいたところですね、会場票を断トツ1位というような票をいただきました。でですね、今はですね、このノウハウをですね、全国の企業様に役立てたいということをですね、グッドライフというところに転職しまして、サービスを、導入支援のサービスをさせていただいています。はい、それではですね、本題いきますけど、RPA は、経営者のものでしょうかということですね。経営者目線で、RPA 導入すると、人件費削減が KPI になりがちですと。ただですね、そうじゃないですと。RPA は、経営者のもので、ツールではありませんよと。で、今こういう企業めちゃくちゃ多いです。ここまでですね、パワハラじゃないにしても、導入したはいいけど全然盛り上がらない。コンサル入れたらお金だけ、コストばっかりかかっちゃうというところが非常に多い。で、こういうところ結構共通点があります。で、導入時によくありがちな流れっていうのがあって、システム開発っていうのは、高品質、セキュリティ、担保、それから保守性、こういうところを求められるんで、そういうの情報システム得意でしょということで、情報システム部門が開発するというところで、開始されると。すると、よく陥る課題というものがありまして、現場ではですね、情報システム、ライセンス入れて、さあ作れるというような状態になってですね、で現場にじゃあ、アイディア集まろうかと。言うとですね、現場からロボット化のアイデア全然出てこないと。あとはですね、うちの業務の自動化なんて無理やということで、現場から反発されるということで、全然盛り上がると細々と活動になってしまうと。であと、なんとか活動をやる気にさせた現場でもですね、現場の要望にですね、情報システムの理想が、リソースが追いつかなくて、情報システムパンクして現場が回ってる。で、これなんでこんなことになるかということなんですけど、上の方はですね、自分の仕事を自動化したらクビになるでしょと、だからそんなも話せませんよというようなパターンですね。で、下の場合、これ、私の仕事、そんな単純な、仕事ちゃうよというような、現場からの反発です。あと、この下の方、これも当たり前の話なんですけど、現場がやる気になって、じゃあこれ、どんどん自動化してよと言ったときにですね、業種数よりも現場の担当者の方が圧倒的に人数が多いんで、当たり前のようにパンクします。これがですね、現場が開発するというような形になったとき、マインドが変わってきます。例えばですね、毎日のうんざりする振り返り作業をなくせるんじゃないのか、自分の残業時間を減らせて早く帰れるんちゃうか、自分の改善したら上司に褒められて評価上がるんちゃうか、そういうことですね、現場がどんどん前向きに、改善に前向きになってくるということ。なので、RPA は現場担当者たちのものであるべきということですね。そうすることですね、いろいろこの緊張感のオペレーションから解放されたりですね、ストレスから解放、家族と過ごす時間ができるクレーナーチャンス、こういう良さが出てきます。なんで、RPA は、開発は現場開発が鍵ですよと。じゃあ、さっき言った高品質セキュリティとしてこれ担保できるんですかと現場が開発して、これはですね、できません。これ現場にやらせるととんでもないロボットを作ってきます。ただこれはですね、
誰も現場を支援せずに放置したらできませんということで、きちっとですね、RPA の運営部隊の設置が必要ですよと。で、コンサル、運営部隊って結構その難しそうに見えるんですけど、頑張ったらできます。例えばその標準化を作る、開発標準を作ったりとか、ロボット品質向上の仕掛けをきちっと作る、それからですね、その例えばこの経費の承認行為、まあ、そういうやってはいけないことをちゃんときちっとこういうことやったらあかんに徹底する、それから最低限の、ドキュメントを作らせてノララボを対策する、それからこれ、現場開発をきちっと育成する、まあ、こういうことをすればですね、ちゃんと回りますということです。で、運営部隊、まあ、まあ、IT 部門が多いんですけど、は、自分で開発するんじゃなくて、現場のロボット開発を支援に徹するということですね。そうすることですね、IT 部門って大体、現場から嫌われるんですけど、これをすることで、現場に頼られる IT 部門から現場に頼られる IT 部門に変わってくるということで、これ、ウィンウィンの関係になってきますということですね。まあ、まとめるとですね、まあ、グッドロボットでグッドライフということで、ロボットとですね、うまく共同して豊かな働き方を実現しましょうということですね。我々もですね、この人とロボットがですね、手を取り合って、まあ、そんな未来をですね、お手伝いしたいなと思っております。ご清聴ありがとうございました。時間どれぐらいでしょうか。あ、ぴったり。ありがとうございます。T シャツを着ていただくので、自分の手配ミスでですね、コミュニティでいつも言いたいとか、自分の曲を発信しているのは、ズバリ言いたいようなことを言っていただける、そんなどちらかというと、現場寄りな方っていうのがどれくらいいらっしゃいますか。あ、じゃあ皆さんは、意外と少ないんですね。じゃあ、僕はもう経営寄りって方なんですけどね、そういうわけでもない、まあ、じゃあ皆さん、ちょっと心に響くような内容だったんじゃないですか。ありがとうございます。ちなみに私はビズロボシーです。誰に誰向けの営業がちょっと、自分ははい、どこもしてないんですけど。あ、でもロボットコンテンツの話もいただきました。自分も最初冒頭で言ったような RPA バンクのロボットコンテンツ、6月7日でしたね。ぜひ皆さん、コミュニティからたくさんこう手が上がるのかなと思ってますし、LT も募集してますので、ぜひ声をかけてください。で、これで本編が終わりに、最後はまあ、いつも運営の福岡さんの方から締めの言葉があるんですけど、ここは体調不良でダウンなので、もうすぐ伸びたいんですけど、ここで皆さんじゃ伸びながらって言うと、帰ってしまって集合写真映らないので、まず皆さんですね、こっちのあたりにですね、わーっとちょっと寄っていただけるとすごく嬉しいです。結構。